よ、霊夢。って漫画を読んでるのか。何の漫画を読んでるんだ？あ、マリサ、いらっしゃい。イニシャル D を読んでるわよ。ちょっと感化されて86を買おうかなと思ったけど、走行距離15万キロ程度で300万とかの価格帯なんだね。ああ、そうだな。昔はタイミングが合えば先輩からタダ同然で譲ってもらうような車だったんだけどな。今じゃプレミアがついてしまって、それなりの覚悟か、それなりの金がないと乗ることができない車になってしまったな。当時は、中古屋でもピカピカの86が30万円で買えた時代だったということもあって、ぶつけ放題で、そのボコボコの86を先輩から譲ってもらうみたいな感じだったな。本当の意味で走り屋を用足しの車だったんだね。でもさ、現代には86みたいな車はないのかな？そうだな。さすがにマニュアルで後輪駆動となると、なかなかないんだよな。AE86 ではなく、新型の86も初期型の中古でも最安値が70万円台だしな。新型の86も AE86 のような立ち位置を目指してるみたいだが、人気車種ということもあってなかなか安くならないんだよな。そしたら駆動方式を問わずに、入門向けだったり、走りを楽しむようなセカンドカーとしていい車はないかな。あ、一台だけ良さそうな車があったぜ。価格も当時の86くらいの値段で、走りもしっかりしているから現代の86になり得る車と言ってもいいかもな。お、どんな車なの？その前にみんなも現代の86といえば何を思い浮かべるか考えてみてほしいぜ。なんかいい車があればコメントで、ぜひその車の名前を教えてほしい。しかし、今回私が推したい車は、2代目スズキスイフトスポーツを推したいぜ。スイスポか。でも結構人気だから高いんじゃないのかな？それが40万程度あれば8万キロの程度のいいスイフトスポーツが買えてしまうんだぜ。しかも、これは総合価格で、修復歴なしで、マニュアルトランスミッションでの金額だ。おお、その金額でスポーツカーを買えるのはなかなか熱いね。そうなんだぜ。少し前だと RX8 とかも40万程度で買えたりもしたんだけどな。でもここ最近だとスイフトスポーツを推したいな。RX8 も最近一気に人気が出てしまって高騰してるよね。全然読めないよ、スポーツカー相場。そうだな。それにスイフトスポーツは人気ということもあり、アフターパーツやノウハウが豊富なんだぜ。それに軽量で中古相場も安い。現代の AE86 の座は、このスイスポにあると思うんだ。アフターパーツが多いのは秋なく車を楽しめるポイントだから嬉しいね。でな、おすすめするのが、この2代目スイフトスポーツ。形式で言うと ZC31S だ。1代目じゃなくて2代目なんだね。ああ、1代目のスイフトスポーツと2代目のスイフトスポーツは、まるっきり別の車だと思っていいぜ。1代目のスイフトスポーツはスズキの軽自動車である K をベースに作られたコンパクトカーであるが、2代目のスイフトスポーツは、スイフト専用に作られた車だぜ。そもそもスイフトは、世界戦略車として、日常性と走りの楽しさを高い次元で両立させるというコンセプトで、世界中で販売された車なんだ。へぇ、スイスポ自体、人気な車なのは知ってたけど、ベースのスイフト自体からそんな良い車なんだね。そうだぜ。2005年頃の国産車の中では、一つ抜けたデザイン性の良さ、そして他のコンパクトカーの中では飛び抜けた走りの良さと評価されてる車なんだぜ。なんかすごい穴場な車に感じてきた。もっと教えて教えて。まず、走りに関しては、当時からとても評判が良かった車だ。これは、スイフトスポーツのベース的な存在である、2代目スイフト発売当時から言われていたことだな。ハンドリングが良い車で、街乗りでも乗ってて楽しいと思える車という評価を、乗ったほとんどの人が言ってたぐらいだぜ。なんて言ったってトップギアの例の3人組も、ミニより安いのに、その性能はミニに匹敵すると評価したぐらいだからな。トップギアのジェレミー・クラークソンは、どんな時でもやる気にさせてくれるので、日常の買い物のような退屈な移動でさえ思わず笑顔になってしまう、と、あの厳しい評価をするジェレミーが言うほどの高評価な車だ。そうなんだね。と走りに関しては買って損はないだろうね。ああ、その通りだぜ。このスイフトスポーツの進化は、街乗りでも、スポーツ走行でも楽しめるってところにあるんだぜ。だからこそ、スポーツ走行も街乗りもしたいというオールラウンダーには、とても向いている車なんだぜ。中にはラグジュアリーブランドなのに、走りに振りすぎて乗り心地の悪い車も過去にあったからね。しかも、このスイフトスポーツは、純正で門廊製のショックアブソーバーを装備しているから、買ってすぐ走りを楽しめるのも納得するぜ。
あとブレーキについてもコンパクトカーは、安価なドラムブレーキ式を装備する車が多かったが、このスイフトスポーツのリアブレーキはディスクなんだよな。そういった走りの面ではサーキットでも十分楽しめる車なんだぜ。しかも純正タイヤは、ブリヂストンのポテンザを採用という、スズキの走りへのこだわりに妥協がないと思える車なんだぜ。そもそもベースとなるスイフト自体もポテンザを履いていたからな。そのくらい欧州車と真っ向勝負できるダイナミックな走りを追求してたんだ。おう、新車からお得な車だわね。ぜひマニュアルで走りたいわね。トランスミッションの話だと、この車は面白い話があるんだぜ。なんと、スイフトスポーツの新車の8割以上がマニュアルトランスミッション車という事実があるんだ。8割?すごいわね。そのくらい走りを求める人たちが買っているということなんだ。そもそも、この車の開発をする上でキーとなったことは、国産車とヨーロッパ車の差をなくすことなんだ。ヨーロッパでは高速道路の速度制限が130キロ。一般道路でも100キロ出せるという国も珍しくない。ドイツのアウトバーンなんかも制限って言うしね。そうだな。とにかくヨーロッパの速度レンジは、日本と比べると結構違うんだ。一般道で100キロで走れるということは、対向車も100キロというわけで、分離帯がなければ最悪対向車が突っ込んでくる場合もあるんだ。ひえー、そう考えると怖いね。だからこそ、運動性能を上げて、高速域の急な動作に耐えられるようにしている。それに運動性能が高ければ、高速域でのレーン移動も楽になるしな。結果として、その平均速度の違いが国産車とヨーロッパ車の差であって、国産車がヨーロッパで受けにくい理由なのかもな。確かにヨーロッパの車というのは、ラグジュアリーカーでも運動性能が高めに作られることが多く、乗ってて楽しいと感じることが多いって言われてるよね。そうなんだよな。そして、そういった速度域でも安全に走れるようにスズキは、2代目スイフト開発時に徹底的に欧州でテストしまくったというストーリーがあるわけなんだ。と、スイフトスポーツ開発者責任者でもある竹内直幸さんは語るぜ。実際にスズキでは異例なほどヨーロッパで実際に走り込んだ、と竹内さんは語ってるぜ。実際に時間をかけて走って、改善しまくったということだわね。やり方としては、泥臭いやり方だけど、とてもスズキらしいやり方だね。そうだな。実際にスポーツグレードを作るときは、大忙しで開発されて、発売。なんていうフローもよくあるパターンだからな。特にコルト・ラリアートくん。君だぞ。それと、このスイフトスポーツは、ベースのスイフトと共に開発された車である。だから、スイフトに、いいエンジンとサスペンションつけてスイフトスポーツです、という車ではないんだ。スイフトは、スイフトスポーツありきで作られた車でもあるんだ。ある意味、専用設計と言ってもいいのかもね。ん、まあそうかもな。そういうこともあってスイフトスポーツでは、スイフトの快適さを継承しながらも、さらなる走りを求めることができてるんだ。でも現行の新車のスイフトスポーツってターボで150馬力くらいあるんでしょ?この Z-C31S 型のスイフトスポーツに乗ってるとパワーの差で悲しくならないかな?まあそうだな。それが、この Z-C31S 型スイフトスポーツの唯一の欠点でもある。でもこの Z-C31S 型以降のスイフトスポーツの中で、一番ホイールベースが短いのは Z-C31S なんだ。つまり、一番クイックに曲がるのがこの Z-C31S 型でもあり、この Z-C31S 型が一番、FF 特有のリアを滑らせて曲がる感覚を味わえるんだぜ。これはスイフトスポーツ開発者責任者でもある竹内直幸さんは、Z-C31S 型は歴代スイフトスポーツの中で一番じゃじゃ馬。コーナリング時にリアを流しながら曲がることができる。と述べているぐらいだからな。ある意味、この Z-C31S 型の次の型からは安定志向、落ち着いたという表現もできるんだ。なるほど。走りが好きな人は、一番じゃじゃ馬な Z-C31S 型が楽しいし、ドラテク工場につながりそうだね。これでガンガン練習して遊ぶというのは、昔の86みたいなポジションでもあるね。でも新型のターボによる、トルク感がある加速も魅力だからな。でもな、新型スイフトスポーツを打ち負かすシークレットウェポンもあるんだぜ。何それ教えて。120馬力が200馬力に化ける、ターボキットだぜ。ひえー、高そうだね。まあ確かに50万円はする。でも200馬力の車を新しく買うよりは安くなるはずだぜ。まあ値段の割には定番なチューニングでもあるので、そういった道もあるのもこの車のいいところだぜ。まあ逆を言えば、本当にこの車の欠点は、パワーが少し足りないということぐらいだ。
パワーがないってことは故障も少ない、維持費も低コストで済むっていう意味でもあるしな。車自体もシンプルな自然吸気エンジンだし、車自体が小さいので交換部品も割安になりやすい。とにかく低コストで楽しめて、必要に応じてグレードアップの道もある、そんな車なんだぜ。しかも、古臭さを感じないデザインだしね。なんかミニのような雰囲気を醸し出してるよね。そうだな。特徴の一つとして、フローティングピラーといって、ピラーをブラックに塗装してるのが、ミニのような雰囲気を醸し出しているのかもしれない。フローティングピラー。確かに文字通りルーフが浮いてるように見えるデザインだ。フェンダーについても他のコンパクトカーに比べると、車内の空間を犠牲にしてでも、フェンダーを盛り上がらせるようなデザインになっている。うんうん、コンパクトカーだと実用重視で、このあたりのデザインは微妙なのも多いもんね。ああ、スズキの車作りは変態だよな。スズキンって言葉があるくらいだしね。この車のデメリットはスズキンに感染するってところかな。そうだな。あとスイフトどうでしょうのステッカーはもう貼るのはやめような。まあ実際この車は本当に出来のいい車なので、初めての車としても、セカンドカーとしても選んでもいい、上級車でも楽しめる万能で楽しい車なんだぜ。最近は ZC31S 自体、街では見なくなってしまったが、サーキットでは、上級車が結構乗ってる車のイメージがあるから、クロート感が出ていいかもな。あとベースのスイフトも走りは同じくらいいいので、より低コストで維持したい人は、そっちもありだぜ。きっと中古で20万もかからないんじゃないか？確かに。このスポーツカーが高騰してる時代には嬉しい車だわね。現代の86的なポジションと言っても良さそうだね。そうだな。本当は新型の86の値段がもっと下がってくれればいいのだけどな。後輪駆動だし。ということで今回はここまでだぜ。でもスイスポーナー的には、まだまだいいところがあるぜっていう人も多いと思うから、ぜひコメントで良さやうんちくを書いてほしいぜ。他にもスイスポ以外にも現代の86的なポジションな車があったら、なんとなくでもいいのでコメントで書いてほしいぜ。ご視聴ありがとうございました。